終わらない日は妹の出てくる奇妙な夢から始まった。それはすごく変なミッションで、私は最初全く信じていなかった。夢の中に出てきた妹は、手に持っていたぬいぐるみをクレーンゲームで1000円以内でゲットして自分にプレゼントしろと言っていた。なんだこの悪夢。あなたはこの黒部ちゃんを取ってほのぼのに渡さないと。明日は来ません。どうやらこのミッションをクリアしない限り、私に明日が来ないというのだ。渡すだけじゃダメなんです。こちらの黒部ちゃんは何ゲームですか？ゲットできないんです。そしてこの黒部ちゃんをゲットしてほのぼのに渡してるところまでを一つの動画にしてアップしないと。明日来ないよー、来ないよー。さらにその動画を編集して YouTube にアップしないと明日は来ない。私は全く信じていなかった。明日来ないよー、来ないよー。今日12月31日か。やば。今日は2019年12月31日、大晦日。ほうた。ほうた。夢のことは信じていなかったが、ムカついたので妹を起こしに行ってみた。ほうた。ほうた。あんた、くるみちゃん欲しいの？なんか夢でさ、ほのたにくるみちゃん渡せみたいな変な夢見たんだけど、あんた、そんなにくるみちゃん欲しいの？あんたのせいでなんかちょっと変な夢見ちゃったんだけど。当たり前だが、夢のことは全く身に覚えがないみたいだ。でもその日、なぜかわからないが、妹はクレーンゲームがしたいと私に言ってきた。夢のことは全く信じていなかったが、動画撮影も兼ねて、私はクレーンゲームをしに行くことにした。明日来ないよー、来ないよー。来てみたゲームセンターに、夢の中でほのぼのが持っていたぬいぐるみがある保証などどこにもなかった。見つけた。こちらの明日来ないよ、来ないよ。とりあえず撮影を開始することにした。 Yes 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 no 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 です。今回ですね、1000円チャレンジしたいと思います。この時点でも私は夢の話を信じていなかったが、何かの運命を感じたので、私はこのぬいぐるみを選んだ。そして、夢の中でほのぼのが言っていたように、1000円だけを使ってこのぬいぐるみが取れるかどうか試してみた。今日はですね、こちらを取らなきゃいけない日なんですよ。で、しかも1000円で取らないといけないという謎の縛りがあるので、とりあえず1000円両替してると思います。1000円でこのぬいぐるみを取るのは難しいと思ったが、撮影を始めた。夢の話が本当であるなら、1000円で取れるんじゃないかと思った。身に覚えがないと言っていたが、カメラマンのほのぼのも、そのぬいぐるみを本当に欲しがっているようにも見えた。それでは1000円両替していきます。はい、それではこちらやっていきたいと思います。私はほのぼのにやらされてるという感覚だったが、ほのぼのは淡々とカメラを回していた。本当にあの夢は何だったんだろう。500円で6プレイなので、6プレイやっていきます。やっていきます。いきます。あ、これ夢だからね。あっと来ないよー。扉の攻撃や。来ないよ。来ないよ。残り3回。あっと来ないよー、来ないよー。残り1回。あっと来ないよー、来ないよー。ダメでした。これちょっと動画になりませんね。明日来ないよ。また明日来たいと思います。やっぱり1000円で取るなど不可能だった。やはりあの夢は夢でしかなかったのだろう。1000円を使い切った時点でほのぼのもそれ以上そのぬいぐるみを欲しがんなかった。結局取れなかったけど、まあ明日はサラダをアップしよう。 OK。ないなー、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 ないなー。あなたはこの黒目ちゃんを取ってほのぼのに渡さないと明日は来ません。また昨日と全く同じ夢だ。渡すだけじゃダメなんです。こちらの黒目ちゃんはクロミちゃんの発音もめちゃめちゃ腹が立つ。クロミちゃんはこれにゲームですかゲットできないんです。そしてこのクロミちゃんをゲットしてほのぼのに渡してるところまでを一つの動画にしてアップしないと明日来ないよー、来ないよー。2日続けて同じ夢を見るような体験は人生で初めての体験だった。明日来ないよー、来ないよー。12月30日日付が変わっていない。ほうちゃん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 、あんたさ昨日一緒にクレーンゲーム行ったよね。行ってない。クレーンゲームクロミちゃんの取れなくってみたいな話になったじゃんか。うん。あんた記憶喪失？大丈夫？何やってるの？何とぼけてるの？頭起きてないって。頭起きてないんじゃない？頭起きてるってバカだよ。私ね、うちまで寝るから。31日だよ。この日にクレーンゲーム。あんた昨日行ったんだって。昨日も31でクレーンゲーム行きたいってあんたが言うから一緒に行ったんじゃん。何を言ってるのあんた。待ってどうした急に。大丈夫大丈夫かな、頭大丈夫かな。あのね、今日本当はね年越して1月1日じゃないとおかしいの。うんじゃないんだ。言ってる意味わかんない。もうこの人怖い。おやすみ。怖いのこっちだよ。今日行くかんねクレーンゲーム。やってっかんねクレーンゲーム。あんたの要望を私答えに行くんだよ。うち何も言ってないよ。どうやら夢の中でほのぼのが言っていたことは本当だったらしい。もちろん今日もあのぬいぐるみが1000円で取れるという保証はどこにもないが、1日で撮影から編集、アップまでするのはハードなスケジュールなので、準備もそこそこに私はゲームセンターへ向かった。昨日と全く同じ風景だ。正確には日付が変わっていないので今日だが、やはり昨日会ったくのみちゃんは今日もそこにあった。私は昨日と全く同じことをしているのだが、カメラマンのほのぼのは何の疑いもなくカメラを回している。ほのぼのに昨日も同じように撮影した記憶はないかと聞くが、全く覚えがないということだった。むしろ大丈夫かと心配された。のんのんのんマロンです。今回ですね、こちらまたクロミちゃんが行きます。今回も1000円やっていきたいと思います。どうやら混乱しているのは私だけのようだ。それでは1000円両替していきます。両替機にうまく千円札を入れられない状態だ。動揺を隠しながら撮影を続けていく。ほのぼのは淡々とカメラを回している。でもなぜかほのぼのはあのぬいぐるみを欲しがっているように見えた。本当にあのぬいぐるみを取らないと明日は来ない。はい、ということで今回も500円の6プレーなので500円入れていきます。1000円以上かかってあのぬいぐるみを取って1000円で取れたように編集すればとか、無駄なことばかりが頭をよぎる。それではいきます。あった、来ないよ。明日来ないよー。残り3回。明日来ないよー。来ないよー。逆にこれ体を狙ってみようかな。残り1回。あと来ないよ。あと500円。来ないよ。やってきます。まさかの1000円以内でゲット。この動画を編集してアップすれば年は明ける。アップしない限り誰にも見られない動画を毎日編集し続けることになる。撮れた時から私は撮影中ずっとそのことばかりを考えていた。ということでゲットできてめちゃめちゃ嬉しいです。この動画面白いなと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではキャベバイ。夢の中に出てきたほのぼのが私をせかす。アップするのも0時ギリギリね。危ねえ。気づけば時計の針は11時を回っていて、ギリギリのタイミングでのアップロードとなった。急がないと。よし、エンター。これで明日が絶対来るはず。その夜私は夢を見ることはなかった。あ、新年明けましてだ。ね、のんさん、何で俺寝てんの？起きて。痛い、やめて。起きて。お正月。新年明けましておめでとうございます。妹は新年の挨拶を噛んでいたが全く気にならなかった。携帯見して。証拠はあれ取ってきて。それより私は日付が変わっていることを疑っていた。1月1日だよ。一瞬カメラ目線してしまった。やった。あと1月1日よ。ほのぼのもガチガチのカメラ目線だ。私があれ撮らなかったら1月1日にはならなかったから。あなた本当に私感謝しなさい。あんた昨日渡したじゃん。あなたに何よ。クロミちゃんだよ。あんたが星欲しい言うから、上見に行ってみなさいよ。あるよ、そんな。あんじゃん、これこれこれだよね。これこんなん撮った。え、引っ掛けて撮ったんだよ私。これあんたが欲しいって言ったんじゃん。どうやらほのぼのはこのぬいぐるみを撮った記憶は全くないらしい。自分が欲しくてなんかやったんじゃないの。あんたが欲しいっていうか私一生懸命2日だけで撮ったんだよ。うん、おめでとう。え、もしかしてこれもまた夢の中の出来事なのか。